新卒一括採用。新卒一括採用は、企業が卒業予定の学生、新卒者を対象に、年度ごとに一括して求人し、在学中に採用試験を行って内定を出し、卒業後すぐに勤務させるという世界に類いを見ない、日本独特の雇用慣行である。明治期に、下級ホワイトカラーの採用から始まり、 第二次世界大戦前頃までには定着しており、戦後の復興期の人手不足によって、大企業が高卒者を大量に採用したことから、確立され、21世紀現在の日本では、一般的な雇用慣行である。企業では、定期採用とも呼ばれる。新規学卒者の一括採用制度が始まったのは、1895年の三菱、当時の日本優先と、 三井銀行からであるとされているが、一般的になるのは二十世紀に入ってからである。この当時、職員の採用は随時必要に応じて行われていたが、採用には試験や学歴よりも関係者の紹介が重視されており、援護採用が多かった。1914年から第一次世界大戦が始まり、日本は大戦契機にはいたが、 それによる人手不足から来る就職売り手市場によって学校卒業前に入社選考と採用を行う観光が始まった。卒業前の採用観光は第一次世界大戦後も続けられた。1927年には昭和金融教皇とそれに続く世界教皇から学生の就職難が社会問題となった当時の映画大学は出たけれども参照。 このような強硬化で、1928年に、三井三菱などの大手銀行を中心とする、東取重役の集まりである、時和会の移行により、大学及び文部省に働きかけが行われ、翌年1929年の学生の定期採用は卒業後に行うこととする協定が結ばれた、就職協定の原型である。にもかかわらず、 優秀な学生を確保したい企業による学生の就職難への不安につけ込んだ早期の先行はこの協定後も改まらなかった。その後景気が回復しても企業、学生双方による協定破りは絶えず、ついには1935年6月に三菱の提案で協定は正式破棄されることとなった。なお、今日まで使われる内定という言葉は この協定によって使われるようになったのだと言われている。つまりは、協定によって、採用決定が卒業後ということに決められたため、在学中の事実上の採用決定を内定と呼ぶことになったのである。その後、第二次世界大戦に入り、戦時統制の中で1938年の学校卒業者使用制限令により、大学の工学部と理工学部、工業専門学校、 工業実業学校の学生の就職は国家によって統制されることとなった。第二次世界大戦終戦後も大卒者の新卒一括採用の監修は続いた。終戦直後の卒業生の就職は厳しかったようだが、翌年以降はそれほどでもなかったようである。敗戦という政治、経済状況に極限の変化を迫られる状況下においても、 卒業前の定期採用という慣行は、会社と大学にとって、もはや変更不可能なまでに根付いていたのである。続いて起きた戦後復興と1950年に起きた、朝鮮戦争は、日本国内に莫大な特徴を生み出し、人手を必要とした企業は、多くの新卒者を雇用した。採用の早期化傾向に懸念を抱いた、文部省は1953年6月に教育。 在会関係者を集め懇談会を開き、採用試験は10月中旬から1ヶ月くらいとすることを決定した。これが1996年まで続いた就職協定の始まりである。しかし、就職協定は1996年の廃止に至るまでほぼ有名無実な協定であった。抜け駆け採用が発覚しても協定破り企業として新聞に公表されること以外に、 ペナルティーはなく、企業側は真面目に就職協定を守っていては、良い学生を採用することができなくなり、学生もそれに従わざるを得ないからである。特に1960年代からの高度、経済成長期にはさらに採用が早期化し、大企業では、卒業1年以上前の3年生の採用を決めるという事態にまで発展し、青互いのみならず、さないがい、 金もみが糸まで称されるほどになった。以後も、景気状況による変動はあるものの、基本的には在学中に採用が内定する状況は変化していない。21世紀初頭現在においても状況はそれほど変わらず、大学生の就職活動は3年生の秋、9月から10月頃に始まる。経団連の倫理検証では、正式な内定日は10月1日とされているが、 内定の決定、いわゆる内内定は早ければ4年生になったばかりの春頃から出され始める場合もある。戦前にはホワイトカラーではない現場の職工は必要に応じて必要な人員を補充するという方法で採用されていた。また、労働者側の意識としてもより良い待遇を求めて職場を短期間で移動するのが当たり前であったとされている。日本において 現場ブルーカラーの一括採用が定着したのは高度経済成長期の1960年代における労働力不足背景としている。また、この時期に高校進学率が高まったことによる人手不足も高卒者の一括採用を進めた原因とされている。それ以前までは高卒者はホワイトカラーとして採用されており定期採用が主であった。同じ高卒者を採用する以上は ブルーカラーも定期採用をする必要があったのだとされる。2007年に安倍内閣は労働ビッグバンを閣議決定し、その中で新卒一括採用システムの見直しが検討されたが、とんざした。新卒一括採用システムの見直しが進まない状況を受け、2010年の青少年雇用機会確保指針の改正により、卒業後少なくとも3年間は、 新卒者として応募できるようにという内容が盛り込めれた。さらに翌く2011年には厚生労働大臣と文部科学大臣、経済産業大臣が連名にて主要、経済団体などに対して数年採用の拡大を図っていく要要請を出した。2013年度より厚生労働省、文部科学省、経済産業省の三省連携による未内定就活生支援策として、 未来定就活生への集中支援が開始された。2016年8月4日、安倍首相の側近である、世耕弘重は、経済産業大臣就任にあたっての NHK へのインタビューに対し、新卒一括採用を見直す時期に来ているという見解をはっきりと示し、これ以降、閣僚から新卒一括採用から、数年採用へ変えていこうとする発言が相次いでいる。 2018年10月9日に日本経済団体連合会が2021年度から就職活動の日程についてのルールを廃止すると発表するとモテキ充経済再生担当大臣は未来投資会議では中途採用の拡大であったり新卒一括採用の見直しといった雇用問題についても全世代型社会保障への改革の一つの テーマとして集中的に議論を進めたいと述べ、就活ルールの廃止を受け、新卒一括採用自体の見直しに踏み込む意欲を強調した。新卒一括採用制度は、終身雇用や年功序列賃金といった日本的雇用システムの一部を成しているという指摘がある。というのは、ある程度の長期間にわたって採用した新卒者が会社に残ることが 労使方によって想定されていない限り、組織の年齢構成維持、中精神の育成のために、新卒者を多人数雇用したとしても、無意味だからである。長年にわたって、新卒一括採用制度が維持された結果、外部労働市場、中途採用市場が未発達であり、日本の労働市場は、内部労働市場、企業内における、ジョブローテーション、出向、 転石等によって支えられている。新卒一括採用には、高材料面双方の論が広く展開されている。日本の雇用システムでは、企業、新卒者双方にとって、新卒一括採用を前提とした体制が取られている。この体制は、上記の通り、戦後の混乱期にも変化することがなかった。原則的に、日本の学校教育では、 職業訓練は行われていないため、企業が新卒者を雇用した場合は、職業訓練が必須である。他にも、社員が昇進昇格するために必要な訓練や、定期的な配置替えに対応すための訓練が行われるが、これらは継続雇用を前提にするならば十分に回収可能なコストである。毎年の新卒定期採用は、 同期性意識を生み従業員間の連帯感を強める。また初めての会社に長期間勤務することが前提であるので企業への忠誠心が生まれやすく企業、労働者双方によって長期的な展望に基づいた関係を構築しやすい。また新卒社員は他企業の就業規則や就業倫理の影響を比較的に受けにくいために自社のそれらを植え付けやすいことから 自社の考え方に染めやすい。それにより、安易な解雇、離職による、双方のオーバーヘッド、例えば教育コストや採用コストを減らすことができ、また労働者も、長期的な人生計画を立てやすいと、異理点がある。また、相互の暗黙了解による業務の円滑化を進める。新卒のみに偏った採用では、新卒時に就職できないとやり直すのが非常に、 難しいという問題が指摘されている。法政大学大学院の小峰高雄教授によると、少なくとも採用面での新卒主義は改めるべきだ。たまたま卒業時に景気が悪ければ就職できないという不平等があり、その時点で弾き出された年齢層がそのまま社会で滞留してしまう。氷河期世代と呼ばれる世代には、新卒時に就職できなくて、 そのままずっとやり直しができずに、フリーターや派遣労働者などの不安定な仕事に就かざるを得ないものが多くいる。OECD の報告によると、2007年、平成19年の日本における15から24歳の長期失業率は21.3%と、OECD 平均の19.6%を上回った。5年前に比べやや改善したものの、 依然として10年前の18.2%を上回っており、若者は定職確保が困難になっていると感じていると分析する。報告は、日本の派遣労働について低い収入、低い社会保障水準で、技能、キャリア開発の可能性もほとんどないと指摘している。就職活動の早期化が顕著になり、学生の大学での勉強がおろそかになってしまう弊害が生じている。 実際に内定を出す時期が早すぎるために最終学年の勉学を怠る学生も多くいる。場合によっては学生が就職活動に力を入れすぎて卒業に必要な科目の単位を取ることができず、そのまま留年が決まって就職の内定も取り消されるという本末転倒の事態さえ起こっている。このような学業への悪影響を懸念し、就職協定は1928年。 昭和3年以来形を変えて何度も大学、在会から出されているものの、現在に至るまで全くと言って良いほど守られていなかったし、現在もほとんど守られていない。これについては、企業側が学生の学業成績をあまり重視していないのではないかとする指摘がある。新卒一括採用は、機械均等の原則に反しているとする見方もある。日本では、 基礎と新卒が同様には扱われない。新卒時、病気などのやむを得ない事情で、就職活動ができなかったものも、基礎としてこきれることにより、多くの機会を損失してしまう。また、離職者が少ない優良企業は、新卒採用しか行っていないところが多く、基礎者は入社できる企業の質が著しく低下すること、例えば中途で就職でき企業は、 人が頻繁に退職する社会的倫理が低い企業が多い等も機械不均等を拡大させている。また、新卒一括採用では年齢差別があるため大学型高等教育機関への25歳以上の入学者の割合は OECD 諸国最低の1.8%となっている。OECD 諸国の平均は21.3%。 農科学者の茂木健一郎は、新卒一括採用で、就職機会を限定することは、人権問題だという。就職が決まらなかった学生の中には、次年度も、新卒として、就職活動をするために、わざと留年する者がおり、一部の大学では、卒業要件を満たしていても卒業延期を認める、希望留年制度を設けてい読売新聞の、 大学の実力調査によると、卒業学年で留年した学生が、2014年度、春は10万人を超えて6人に1人に上ることが判明した。留年の理由は、卒業単位不足も含まれるが、2014年度春は、故意に内定を辞退して、留年を選ぶ学生が多いという。アメリカでも将来のキャリア模索に熱心なものは、大学。 大学院に在学中から学内で開催される、キャリアデベロップメントセミナーなどに積極的に参加、そして、ジョブインタビュー、いわゆる面接を行う現状が見られる。これは、転職を繰り返し、キャリアアップをすることが一般化しているためで、十分な学位を得た暁には一年でも早く、職業訓練を受けて、職歴を身につけ、将来の転職を有利にするための一つの方法である。 アメリカの就職活動に最も必要となるのは、学歴、専攻、職歴、大学の成績の4つであり、全学部全学科を採用対象とする日本企業が多いのに反し、特化された知識、技術が好まれる傾向が強い、例外もある。日本と違うのは、大学の成績が重要であり、GPA で足切りする企業が多く、エリート職だと GPA3.5 以上。 普通の職でも3.0以上要求されるのが普通である。職歴を持てない大学生はインターンシップを行いそれを職歴の代わりとしレジュメ記載する。そのため、インターンシップ制度が非常に盛んで多くの学生、大学、企業が参加している。学歴、専攻、職歴、大学の成績が優れており、人間性も問題ないとなれば、万人に、 雇用のチャンスも受けられている。しかしインターンシップを在学中に受けてないと、一流大学で成績が良くても、書類選考さえ通らないことが多く、インターンシップが就職に必要不可欠なものとなっている。採用時期は企業にもよるが1年を通して、不定期で行っている場合がほとんどで、ポジションに空きが出たり後継期により更なる雇用が必要な場合は随時募集が行われる。 その反面、基本的に、就寝雇用システムはないため、一旦就職しても、不適当な人材と判断されれば、ワンマンスノーティス、翌月解雇の告知がなされ、すぐに解雇されて新たな募集がかけられる。このような社会のため、労働力の流動性が非常に激しい。ドイツの学生は卒業後、就職活動を開始するのが一般的。 大学の教育の一部に企業での実務実習が組み込まれていることも多い。特に新卒者用の求人はない。新卒者の多くは最初の1、2年間は期限付きの雇用契約しか結べないことが多い。スタージュと呼ばれるインターンシップ制度が充実していて、これにより職務経験を得て就職することになる。インターンシップ後、正式採用されることもあるが、 期限付きの雇用契約しか結べないことが多い。新卒一括採用があるが、新入社員募集時の年齢差別禁止が義務付けられるようになった。2009年から施行された年齢差別禁止法では、事業主が社員募集広告を出すとき、XX 歳以下等の年齢制限を売ると罰則、または課題金を受けることになる。この法が施行されれば募集。 採用で退職、解雇に至るまで、雇用のすべての段階で、年齢を理由とした、差別行為が禁止される。例えば、募集、採用広告に、XXXX 年度以後出生者、満30歳以下、二25歳、以上29歳以下、2009年卒業者、大学卒業後2年以内のような表現が入っていると差別になる。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。